オオカミ・犬カニード・ハイブリッドは、犬科の動物の種もしくは足を超えた後輩により生まれた交雑種の総称である。犬属の動物であるオオカミ、アビシニア・ジャッカル、金色ジャッカル、コヨーテは主観交雑が可能であり、雑種の生殖能力もある。また、横筋・ジャッカルとセグロ・ジャッカルの間の交雑も理論的には可能であるが、この2種と、 その他の犬族との交雑は成功しないようである。また、犬族とその他の族の犬科の動物とは、染色体の数の違いが大きいために、理論的に交雑は極めて起こりにくく、一万一、交雑種が生まれたとしても、子孫を残すことはできない。地域によっては、野良犬と在来の犬科動物の交雑が進み、遺伝子汚染による絶滅が危惧されている。 犬か動物も存在する。犬と狼等との交雑で生まれた個体は、国や地域によっては法律によって所有などが禁じられている。例えば、アメリカ合衆国ニューヨーク州では、狼と犬の交雑種の所有や移相等を禁じている。詳細は、狼県及び、ディンゴハイブリッドを参照犬は、大陸狼の家畜化されたものである。またディンゴも、家犬から分かれた、 大陸狼の亜種である。従って、これらの亜種間では、交配が可能である。狼と家犬との交配は、犬の品種改良や、変わったペットを得ること等を目的にしばしば行われている。サーロスウルフホンドやチェコスロバキアンウルフドッグは、狼と犬との交配を基礎として作出された、犬種である。体が大きく力も強く飼育も難しいが、 特有の美しい容姿と高い身体能力を持つため人気もある。ディンゴとイエイヌの交雑種はディンゴハイブリッドと呼ばれている。ディンゴとイエイヌとの交雑が進んだため現在生息しているのはほとんどがディンゴハイブリッドであるとされる。コイウルフ詳細はコイウルフ及びコイドッグを参照狼とコヨーテの交雑種はコイウルフと呼ばれており、 自然でも、飼育状態でも起こることが知られている。ウプサラ大学の研究者グループによると、メキシコの狼の DNA や性染色体の分析から、これらの狼の一部は、コヨーテの血を引いていることが判明した。また、カリフォルニア大学デイビスコートテキサス州立大学の研究チームによれば、チュパカブラとされた死体の解析をした結果、コヨーテと狼の交雑種であることが判明した。 アメリカ赤狼の種としての分類には議論があるが、一説によれば、コヨーテと大陸狼の交雑種であるという。コヨーテと家犬の交雑種はコイドッグと呼ばれる。ジャッカルハイブリッド詳細は、ジャッカルハイブリッドを参照ジャッカルと、オオカムや家犬の交雑も自然環境下で起きていることが知られている。エチオピアのアビシニアジャッカルは20世紀末以降、 生息数を激減させ、絶滅が危惧されているが、その一因には、野良犬などとの交雑があるとされる。ロシア原産のスリモブードッグは、作出の過程で、金色ジャッカルをシベリアンハスキーなどと交配している。空港の爆発物や麻薬などを捜索する、麻薬探知犬として生み出され、実際に刺激されている。ありがとうございます。